マイコンディション、マイユンケでしょ。彼にしか投げることのできない唯一無二の球種、ユンケル。そのユンケルについて率直に聞いてみた。まあストレートとユンケルの違いっていうところ、実際にはストレートフォーシームとほとんど変わらないんですけど。そこに、微妙な違いがあるというのは、確かな事実ですね。ユンケルを投げたら打ち取れるとかそういうわけではないんですけど、ユンケルっていうのは球種であり、球種ではない。ここはちょっとね、難しいところなんだけど、だからユンケルを投げればいいというわけではなくて、その言ったら意識みたいな、ちょっとこう内側に近いものがやっぱありますよね。ユンケルの握りですか。いわゆるこのフォーシーム握りですね。これがフォーシーム、一般的なフォーシームストレートの握りになると思うんですけど、ここに薬指をちょっと若干こっちに寄せて投げるんですね。これがこの握り。もともと僕もストレートフォーシームこうやって投げてたんですけど、この握りっていうのは実は、たまたま偶然ユンケルを飲んだ時に、友達と会う約束があったんで2本買って飲みなよみたいな感じで持ってったんですけど、友達いらないって言うんで、僕は2本飲んだんですね。で、それこのゴミって今日本その辺に捨てられないじゃないですか。別にポイ捨てするとかじゃなくて、ゴミ箱が少ないっていうところですよね。で、ゴミ箱がないんで、とりあえずこう持ってたんですよ。こう2本こう。持ってる時って、この薬指を外したらめちゃくちゃ心もとないんですよね。これ、こっちから落ちそうな感じがして。なんで、この薬指でちょっと支えたんですね。僕は球がほどけるっていう表現をするんですけど、ベース板上で球の威力がなくなるっていうのをすごい懸念してたんで、それを、もしかしたらこの、ユンケルを2本持った時のこの握りで解決できるかもしれないと思って、でこれでちょっと持ってみたのが、ボールで持ってみてちょっと薬指を若干こっちにかけるようにしたら、ベース板で威力が落ちない。たまにこう球が重いっていう人いるじゃないですか。で、僕も結構そう言われるんですけど、それも結局こう投げ方があって、それも結局僕がユンケルを投げられるっていうところの要因なのかなと思って。これはもう実際に動いてると。どういうふうに動いてるかは別として、実際の動作がどうかは別として、まずこうトップを深く作るってことですよね。トップの位置からリリースまでできるだけこう直線的にというか、まっすぐ投げたいんですよ。こっからまっすぐで、そういうイメージで投げる。もうどっちかっていうとこう押してるイメージですよね。ボールをしっかり押し込んで投げることによって、威力が落ちない。ユンケルにある。というようなことです。で、押して投げるんで、やっぱり押すとこっち側に抜けやすくなるんですよね。
なんでやっぱりこの薬指がここにあると不利にならないという解釈ですね。いけた！自分が毎日やらなければいけないことを、そして今日頑張ればできそうなことを、そういったことを日々積み重ねていくこと、それがまあ大事なんじゃないかなって僕は今そう思ってます。小さな彼しか投げることができない唯一無二の球種の裏には、彼独自の理論で生み出された努力と工夫があった。ユンケル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 でしょ。